ツイッターにてリクエストありがとうございました。ディックマンさんこんばんは、しばくぞ。バットマンみたいに言うな。最近報道で2019年に公開された映画ジョーカーが京王線事件やその後起きた複数の鉄道事件を受け、日本での地上波放送が禁止になる可能性が高いという報道を見ました。他にも危険だと判断されて上映禁止になった映画をまとめてください。あと個人的に映画は影響ってあるんですか？これも教えてくれないと夜しか眠れません。健康的でいいと思います。はーい。全国の特別さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日は先ほどのリクエストいただきましたんで調べてきました。ありがとうございます。そうなんですよね、これ最近のことなのでもしかしたら知らない方いるかもしれないんですけど、2019年に公開されたジョーカーですね。これものすごい名作でしたよね。興行収入も R 指定映画としては初めての10億ドルを超えるという大ヒット。第92回のアカデミー賞では11部門受賞したとんでもない人気作品なんですけど、関係ないんですけど、もしこれを日本版でリメイクするなら結構真面目に主演は文人さんしかいないなって僕は思ってるんですよ。多分一番最初の僕殺されるでしょうけどね。まあいいとして、この作品が地上波放送禁止になる理由としては、最近東京京王線車内で発生した無差別刺傷事件、この逮捕後の取り調べでジョーカーへの憧れについて言及していたこと、さらにその後も電車内での凶行が発生していることからですね、地上波そして劇場での再上映も困難になるのではないかと予想されてるということなんですね。まだ確定ではないけど、もし放送したらそれが影響になったとは言ってなくても不謹慎だとか、まあそういった声も上がることも懸念してるんじゃないかなと思いますね。でここでこの主演を務めたホアキン・フィニックス氏、過去に特定の映画が鑑賞者に与える影響について語ったコメントがこれ話題になりました。何が正しくて何がいけないかという倫理観を教えるのは映画制作者の責任ではないと思う。それは明らかなことだ。ジョーカーほど情緒不安定になってる人間にとっては映画に限らず何でも起爆剤になり得ると思うよ。その人にとって何が犯行の起爆剤になるのかは誰もわからない。こういう質問をすることで憤慨する人もいるかもしれない。だからといって悪影響があるからこの質問はやめておこうというわけにはいかない。僕はそれを他人に求めないというね、もう的を得すぎたヒットマンみたいなことを言っておりました。すいません。まあ僕も5年前ぐらいですかね、これとまあ同じようなこと言ってたんで、ちょっと俺が先ではあるんですけど、まあ皆様もこういった凶悪な犯罪が特定の作品で起きる可能性はあると思うか、こういう見方もあるよっていうのがあればね、まあぜひ今日の動画見終わった後にコメント欄で教えてください。さあここまで最新のニュース紹介しましたが、ここからはですね、過去に危険という理由で上映などが禁止になった映画っていうのを紹介していきます。早速です。1つ目、日本で初めての上映禁止。はい、これちょっとね、初っ端おまけを持ってくるっていうナンセンスなんですけど、この日本で初めて上映禁止になった作品って気になりますよね。それが1908年のフランス映画、フランス大革命ルイ16世の末路っていうね、なんか僕の動画のタイトルみたいな作品でして、これ東京の神田で上映されたんですけど、この内容が市民が革命を起こしてルイ16世を処刑に追い込んだフランス革命を描いたものなんですけど、これがこの日本でも革命を助長しかねないと取られたのか、治安にちょっと害があるとして間もなく上映禁止になったんですね。これ厳しいなと思うんですけど、当時はそういう不安定な世の中だったってことも関係してるんだろうなと思いますね。まあ、今だとこの革命系が別に禁止になることないんじゃないかなと思いますね。その表現の仕方にもよると思いますけどね。次です。2つ目、ムカデ人間。出たー。これほんと気持ち悪い、ある意味名作ですよね。こちら全身白スーツ白ハットでおなじみ、トム・シックス監督作品でございますね。2010年に公開されたこのムカデ人間なんですけど、別に見なくていいんですけど、内容が人間のと口をつなぎ合わせてムカデ状の人間を作るっていうね、まあイカれた博士の映画なんですけど、これがあまりにも下品だということで世界各国で上映禁止。これはね、そもそも日本での劇場公開予定っていうのはなかったんですけど、なんかこれクソヤバい映画あるぞって話題になって、なぜか若本のりおさんを予告編のナレーションに起用して劇場公開しました。結果続編のムカデ人間2が上映禁止になったんですよね。やっぱダメでしたね。結局修正版が R18 プラスとして公開されています。3では500人繋げちゃいましょうみたいなことがあって、これも R18 です。でこれやっぱ映画で影響を受けていくという理論でいくと、このムカデ人間事件が実際起きてもおかしくないと思うんですけど、さすがにそれは起きてませんから、やっぱそのそもそも予備軍がいるんじゃないかなっていう話ですよね。次です。3つ目、悪魔のサンタクロース。はい、こちら映画の名前は絵本みたいな感じなんですけど、これ最近ね、一部でふわっと話題になったものでして、1984年に悪魔のサンタクロース惨殺の斧っていう映画が公開されまして、この内容が子供の憧れのサンタクロースが人々を惨殺していくってやつなんですけど、これに全米の PTA がぶち切れました。全米の PTA とかパワーワードでしょ。これが各種で上映禁止が相次いだんですけど、いろいろリメイクしてみたりとか、まあ、全然おとなしくしないで、結局今年の12月24日ですね、悪魔のサンタクロース惨殺の斧と悪魔のサンタクロース2鮮血のメリークリスマス、戦場のメリークリスマスみたいな、このブルーレイが発売されることが決定しました。めちゃくちゃ監督尖ってますやん。ちょっとこれ覗いてみたら、今注文すると12月23日に届きますって書いてあったんですけど、24やから意味があるんやろってちょっと思いました。次です。4つ目、めちゃくちゃ忘れてたやつ。はい、この動画作ってる時に僕ふと思い出したんですけど、1983年に公開されたアングスと不安。これ僕の動画長い視聴者ならご存知だと思うんですけど、この作品本国オーストリアで即上映打ち切りになった、とある一家惨殺事件に着想を経て作られた作品でして、ちょ
ょっとこれしんどいわってことで、世界各国で上映禁止とか発売禁止になったっていうヤバい映画なんですけど、これがですね、去年の2020年、37年の時を経て再度上映されることが決まったんですよ。でこれをそのチングスの私はこの時いち早く取り上げて、これ絶対見ないといけませんねっつって動画で紹介したんですけど、去年僕が見に行った映画っていうのがコロナの影響もあってプペル1本っていうね、映画好きを歌うにはあまりにもゴミ人間だったことをここにお知らせします。結局見れてないんですけど、多分ねリスナーさんの中で見た方いるんじゃないかなと思うんで、もしよろしければコメントでざっくりとした感想をね書いていただけると嬉しいですね。他力本願の提供でお送りします。次です、5つ目、8000飯店の人肉饅頭、8800点のチートイ本一みたいな。はい、こちら知る人ぞ知る作品ですよね。まあ、未だに仲良くしてもらってる友達がいるんですけど、中学の頃から毎日映画2人で見てて、唯一どこを探してもなかったって作品ですね。当時そのネットの買い物とかできなかったんで、8000飯店行こうかとか言ってたもんね。はい、この映画もなかなか閲覧注意でして、実際に起きた事件をもとに作成されたという映画なんですよ。ざっくり事件の内容を話すと、まあ、もしリクエストがあれば一本にまとめます。1985年ですね、マカオにある8000飯店のオーナーを含む家族9人と料理人の1人計10名が急に姿を消したっていう事件が発生したんですよ。警察の捜査の結果ですね、従業員の男を容疑者として連行したんですけど、その後この男は留置場の中で自殺するんですね。なので全貌がどうなってたのかっていうのが分かんなくて、で結局警察は頑張って消えた人を探すんですけど、10人全ての遺体を発見することが結局できなかったんですよ。そして一つ有力な仮説が出たんですね。それが人肉を饅頭にして客に提供していたんじゃないかってことですね。これがその状況から見て一番有力みたいですね。でこの事件を元にした映画がこの8000飯店の人肉饅頭なんですけど、その描写がかなり絵好きでして、倫理規定にぶち当たりますっていう理由でこの日本では劇場公開は許可されませんでした。でこれ今 Amazon で調べたら6000円で DVD は買えるみたいですね。しかもこの人肉饅頭2が発売されてたんですけど、そっちが在庫切れを起こしてて、そっちの方が気になってきたんですけど、最後行きましょう。6つ目、ナチュラルボーンキラーズ。はい、これすごい有名ですね。今回のジョーカーの上映禁止に一番近いかもしれません。この映画自体1994年にアメリカで作られた映画なんですけど、ざっくりとした内容が殺人を繰り返すカップルの逃走劇、それを追いかけるマスコミみたいな感じの内容で、この映画自体ですね、どんどんこの殺人カップルが英雄されていくっていう姿を描いてるんですけど、すると翌年の1995年、このビデオを大好きだったカップルが真似て同じような銃撃事件を起こすんですね。でこの時生き延びた被害者が制作会社と監督をお前らのせいやぞって訴えるんですけど、まあ、結局これは棄却されたんですけど、さらにですね、アメリカで作ったのにアメリカでも問題部分がカットされたりとか、年齢制限がつくきっかけになった理由として、1999年に発生したコロバイン高校銃乱射事件というね、ものすごい被害者を出した事件があります。内容ざっくり話しますと、ここの生徒エリック・ハリスとディラン・クレボルドっていう生徒が銃を乱射して12名の生徒と1名の教師を射殺、2人は最後に自殺して重軽傷者は24名。アメリカの学校における銃乱射事件としては当時2番目に大きい事件となったんですね。でこの犯人の着ていた服装であったり、犯行時ですね、この作品のセリフなどを叫んでいたってこともあって、この未成年に対して犯罪者を英雄させることが危険だとして年齢制限、さらにこれだけの被害者が出たということもあって上映禁止するところまで出たということなんですね。この事件もいつかまとめようかなと思うんですけど、内容が残酷すぎるんですよね。犯人が図書館に入ってくるっていうところがあって、図書館の惨劇って言われてるんですけど、隠れてる人たちとかくれんぼみたいに遊びながら殺害していったっていうような話もあって、ちょっと聞くだけでもゾッとするような事件なんですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は上映禁止になった映画をご紹介しました。やっぱり見ていくとフィクションでありながらも真似た犯行ってだけで上映禁止になることは多いんだなっていう印象でしたね。やっぱ冒頭もそうですけど、そういう人間って何が起爆剤になるのかなんてわからないし、映画があったから起こしたというように言い切るのはやっぱ難しいのかなと感じました。他にもこういった作品たくさんあるので、気になった方は調べてみてください。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。おやすベネツア国際映画祭。